こんにちは、エバツタです。今回は、他人の価値観ではなく、自分の心の声に耳を傾けるというテーマでお話ししていきたいと思います。他人にどう思われるかを気にしていると、自分の好きな生き方ができなくなります。何かやりたいと思ったとき、これをしたら、親ががっかりするかもしれない。こんなことを始めたら、 みんなからおかしいと思われるかもしれない。うまくいかなかったら、みんなから馬鹿にされるかもしれない。と恐れることで、前に進むことができなくなります。他人というのは、あなたを幸せにしてくれることはありません。それなのに、あなたのことを勝手に評価します。あなたには、そんな人たちの言うことに恐れることなく、自分の心に忠実に生きてほしいと思います。 あなたの人生の責任を負うのはあなたです。他人はあなたにこういう生き方をしなさい。これが正しい生き方ですよ。などということがあっても、あなたがその生き方を試して幸せになれなかった時の責任を取ることができません。あなたの人生の責任を負うことができるのはあなただけです。あなたを幸せにできるのはあなただけなのです。だから、あなたの人生の責任を負うことがない他人に どう思われても気にする必要はありません。他人に何と言われても自分の好きな生き方を貫いていきましょう。今回もご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日を送っていきましょう。エバツタケシでした。